にありがとうございます。ご参加の様は礼に応える会並びに日本会議の共催で毎年開催しております戦没者追悼中央国民集会も今年で28回目となりました。私は本日の司会を担当いたします、日本会議の松岡と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。さて皆様ご承知の通り、安倍首相は昨年末に靖国神社に参拝され、しばらく中断していた総理の靖国参拝を復活されました。この参拝についてシンガポールの講演で中国人出席者から質問を受けた安倍首相は、国のために戦った人たちの冥福を祈るのは国のリーダーとして当然で、世界共通のリーダーの姿勢だと述べ、大きな拍手を踏みました。また7月には安倍首相はオーストラリアの議会で演説し、先の大戦において特殊潜航艇でシドニー湾に突入した松尾慶宇中佐をオーストラリアが海軍層の礼をもって弔い、その母松江さんを招待したことに感謝の言葉を述べました。安倍首相はオーストラリアの寛容の精神を称え、戦時中の恩衆を超えて両国の確かな信頼関係の下でアジア太平洋の平和構築への決意を示したのであります。本日は様々な提言をいただけるものと存じますが、靖国神社の御社堂において英霊の純国のご精神を静かにお忍びし、我が国が直面する課題に立ち向かう決意を新たにしてまいりたいと思います。それではただいまより第28回戦没者追悼中央国民集会を開会いたします。まず最初に国歌を斉唱いたします。皆様ご起立の上、正面の国旗にご注目ください。前奏に引き続き2回ご唱和願います。
続き靖国神社に拝礼いたします。先導は寺島大蔵様です。先導に合わせまして2杯200酒1杯の作法にてお願いいたします。8月15日に賜りました終戦の詔書の玉音放送を当時の録音テープで再現し拝聴いたします。そのままご起立の上ご抵当を願います。なおお体に差し障りのある方はお座りいただいて結構でございます。ただいまより重大なる放送があります。全国の聴取者の皆様、ご起立願います。天皇陛下におかせられましては、全国民に対し、他諸国も御自ら大賞をのたまわらせたまうことになりました。これより、進みて録音をお送り申します。
何をもってか不調の石章を掘り放送放送の神殿に社殿やこれ神話制服抵抗をして共同宣言に大絶なのに伝える岩になり神話制服とともに旧式東亜の解放に協力を受ける諸名校に対し何の要望をせざるを得ず帝国人民にして先人に死し祝日に順次地面に倒れざる者及びその規則に思いをいたせば同じために咲くかつ戦勝を追い最下を被り家業を失いたる者法廷に至りては金の深く金のするとこうなりもうに本を制服の多くべき苦難はもとより人情にあらず男子市民の中将も金よく心を知るしかれども金は義運の文句ところ耐え難きを耐え忍び難きを忍びもって万世のために太平洋を社官と欲す神話はここに国体を保持し得て重量なる南寺市民の適正に信じ年南寺市民と共にありもしそれ情の満ちするところ左に時短を進駆しあるいは道法を廃したい互いに自力を乱りために大道を誤り真理を世界に失うのごときは真最も雇用なしむよろしく諸国一家子孫愛体固く真宗の滅を信じ民目して道東京を思い総力を将来の建設に傾け道義を厚くし子孫を固くし使って国体の成果を発揚し、世界の市民に遅れざらんことを基礎でし、南寺市民に、それ、よく鎮和用を対せよ。